アラッハ強制収容所に収容されていた人々を記念するプラーク。アラッハ強制収容所、ないし、ダッハウアラッハ強制収容所は、ミュンヘン市フェルトモヒングハーゼンベルグル地区のルートビヒスフェルトに、ダッハウ強制収容所の文書の一つとして1943年2月22日から1945年4月30日まで、設けられていた強制収容所である。 アラッハ時期に描かれた新衛隊を象徴するルーン文字。アラッハ強制収容所は軍事産業や建設業分野における労働量不足に対処するため、1943年3月19日にダッハウ強制収容所の最大の文書として開設された。収容所はアラッハの時期やドイツ軍の軍服の一部となる刀剣類などを生産する製造現場でもあった。 アラッハは1943年3月からアメリカ陸軍がここを解放する1945年4月22日まで存続した。アラッハ時期製造所はもともと1935年に私企業としてミュンヘン近郊の小さな町アラッハで創業した。1936年この事業はナチス親衛隊の管理下に置かれた。ハインリヒヒムラーは 既存の優れた磁気製造業所の取得が彼が真にゲルマン的な文化だと見ていた工芸磁気の生産基盤を確立する手段となると考えていた。アラッハ磁気のプロジェクトはヒムラーのお気に入りであり小規模ながら収益性が高かったドイツの磁気市場で競争に生き残るため兵士像や動物など様々な造形が生み出された。優れた 芸術家たちが契約によって確保され、工場の生産工程の中には240種類以上に及ぶ陶磁器の原型の製造なども含まれていた。アラッハの工場の出荷量が増大するにつれ、ナチスはダッハウ強制収容所の近くに新しい工場を設け、制裁工程をそちらに移した。アラッハ強制収容所の鋳造工場は近くの町の教師によって運営されていた。 実際の刀剣類の製造においては、彼の学生二人が手助けをいていた。SS の象徴となっていた、絡み合ったルーム文字の表彰、いわゆるジークルームが刻印されており、この表彰はアラフ派時期にも描かれていた。1943年2月22日から、強制収容所分所の建設が始まり、3月からは、強制収容所の収容者たちも建設に動員された。 軍需産業分野の急激な労働力不足に対処するため、1942年春からナチスの文書において労働収容所として言及される収容所の建設が工場などにより近い場所で始まった。ダッハウアラフハ強制収容所の収容者たちは、主に BMW やディカーホフ、等々機関のために働かされた。1 9 4三年三月から終戦まで、 ヨーゼフ・ヤロリンであった。エドガー・クプファーコ・コベルビッツによれば、1943年3月30日には、600人の収容者たちが、春節作業などの建設作業のために動員されていたという。グラナート・シュトラッセ8番地及び10番地に残る、アラフハ強制収容所の建物の一部、アラフハ強制収容所の建物の一部、 プラークが掲げられている壁面。収容所は家畜小屋を改装した22棟の木造バラックからなっていた。バラックにはロッカーもなく夜は三段の寝台に藁袋で寝かされた。収容所ではユダヤ人と非ユダヤ人、また男性と女性が別々に分けられていた。収容者の数は時期によって大きく異なっていた。 平均して3500人から5000人ほどの収容者がいたとも、おおよそ3000人から4000人の男性がいたともされるが、戦争末期には、あるいは死の更新によって、あるいは移送によって、他の強制収容所から送り込まれる者が増大し、数は膨れ上がった。女性の収容者数は男性よりずっと少なく、200人から300人ほどであった。非ユダヤ人の収容者は、 主にフランス人、ロシア人、ポーランド人、チェコ人、オランダ人であったが人種差別の犠牲者たちやドイツ人で反体制の者たちもいた。破壊活動や逃亡、食べ物の窃盗などを理由に収容者が処刑された例もあった。ナチス犯罪追及センターは50件の殺害例を記録している。この収容所は飛行機エンジンの生産と修理を行っていた。 BMW の軍事部門に奴隷労働者を提供した7カ所の強制収容処分所文書の最初の一つであった。1942年には BMW のすぐ近くに外国人労働者収容所2カ所と強制労働収容所1カ所が設けられた。1943年4月12日から強制収容所の収容者を2週間から6週間の短期間だけ動員する仕組みが BMW で始まり、ドリル、フライス、旋盤や金属加工の職人として働かせた。他方では、1941年以降、ドイツの民間人と、50人ほどのダッハウ、強制収容所、アラッハ文書の収容者が、芸術作品や工芸時期の生産のために、動員されていた。アラッハ収容所の時期生産は、 元々のアラッハの町の工場が近代化されて再開された後も磁気生産の主要産地であり続けた。アラックの町の工場は日用品の陶器製品の生産を担った。ナチスドイツの第三帝国の崩壊によってアラッハの事業は終焉を迎えた。アラッハ関係の工場は1945年に閉鎖され二度と再開されなかった。 1945年4月30日、アメリカ陸軍第7軍が収容所を解放したとき、アラフ派強制収容所には1万人もの収容者が残されていたが、チョーチフスの蔓延のために5月中旬までは検疫で、ここに止められた。その後は短期間だけ難民収容施設となり、その後、ドイツ人戦犯の収容所となった後、 1948年から1951年にかけては国立記録公社の施設として使用された。1951年半ばには連邦政府によって移民収容所、難民収容所に改装された。1953年以降は残存している施設が災害時の避難所として使用された。かつての強制収容所の施設の一部は1950年に 解体撤去され、翌1951年には新たな住宅地としてルートビヒスフェルトが建設され、フェルドモヒングハーゼンベルグル第24区の所属とされた。アラッハ強制収容所には記念プラークが取り付けられている。2014年、地元の歴史家、クラウスマイが300人ほどの収容者が埋葬されたと推定される場所を公表した。その場所は、 集合住宅の建設計画があり、2016年春には遺骨などが残されている可能性を踏まえて発掘が行われる予定となっている。ありがとうございます。